いや、亀さん。あ、いや、お前さん。こんにちは。入りがいいですね。はい。こんにちは。こんにちは。はい。今日は8月の27日の金曜日でございます。はい。京セラドーム大阪のいつもの、3名が通路で、しゃべっております。通路でね。みやちゃんは今ギターの練習をしております。みやちゃんね、大変なんですよ、いろいろね。大変なのよ。そう、忙しいんですよ。はい。今日の中で言うと、うん、大変な順は、うん、みわちゃん、かめさん、僕です。そうですね。今日僕大変じゃないですか、あんまり。明日は一番忙しいです、ね、明日は僕大変です。4時間ぐらいしゃべりっぱなしやから ね、はい、もうリハから考えたらめちゃくちゃ長いですよね。そうなんです。そうやろ、うん、で大体あの5時、明日6時やんか。明日ナイターです。そうそう、明日ナイトゲームなんで、はい、それが僕の救いなんですが、うん、5時30分から放送が始まります、うん、1回5時43分に CM に入ります、うんうん、2分間の休憩があるんですが、はいはいはい、そこから1回の裏終わるまではまた、あ、下手して1時間ぐらい喋りっぱなし。ほんまですね、うん、下手したらだって1回の裏終わりが18時30分とかありますもんね。あるある、試合展開によってはね。昨日なんて1回の裏終わったらもっと遅かったんちゃう。だって昨日、そうですよ、2回の裏終わりがもう7時超えてましたね。そうでしょ、確か。そうでしょ、はい、そんな感じやん、うん、昨日残念でした。残念でした。そこまで追い上げたら勝ちたかったなって本音ではあります。もう野球の勢いでいうと完全にオリックス側でしたもんね。そうだもんな。もう勝ってる楽天さんの選手たちの表情がもう追い込まれてましたもんね。確かにね。まあ5回以降点が取れなかったんでね。あ、そうですね。まあ、そこはあの漆原だったり、うん、富山だったり澤田君だったりがしっかり抑えていったから、うん、すごかったですね。だから、まあ、まあ総一郎君にとってはとっても悔しい、うん、アウティングになったと思うんだけども、はい、まあ、次チャンスがあればね、うん、やり返してほしいなと思うし、本当に本当に、ね。まあ、今回は何回かこの登板が飛んでね、コンディションも難しかったと思うんだけども、ただ、まあ、緊張感とかもちろんあるんだけども、うん、でもそこを乗り越えていかないと、確かにやっぱりね、先発ピッチャーとして定着していけない、うん、なるほど。でみんながそこを乗り越えていった人が今ローテーションに回ってるんだけど、そこの山を越えていってくれたらと、うん、まあ、おそらく監督もそんな風に思ってらっしゃるんだと思いますけどね。まあ、でもまあ次回ね、応援したらまたなんか結果を残してくれるかと思います。頑張りましょう、頑張りましょう。まあ、はい、ほんとね、まあ難しかったと思いますよ、敵地でね。前回だったらファームで 4,5 日前に2イニングだけ掘ってるんですよ、名古屋球場でね。名古屋球場、はい、なんかその感覚がね、難しいよね。はい、まあ、そういうこともあるんでね、うん、まあ、だから昨日のゲームなんかでもやっぱりその5点を失った後の、はいはいはい、まあ、またそこからさらに2点失ったでしょ、はいはいはい、あれがもったいないね。そうですね、島内選手のホームランでしたね、うん、だからこの前もそう、ここで追い上げかけた時に2人目が打たれて、うん、まあ、生産やったその時はね、昨日山田君、はいはいはい、やっぱそこをしっかり抑えていけば、うん、まだまだ今のオリックスの打線やったチャンスあるんでね。いやーね、特に8回なんかめっちゃ惜しかったですもんね。惜しかった ね、まあ初回と8回やね、昨日はね。そうですね、はい、どっちかで点入ってたらって、新聞によっては、はい、あの6回の日本のホームランで、うん、則本を KO って書いてましたけど、 KO っていう表現じゃない気がする。だって勝ってますもんね。そういうことね、それが KO じゃないんです、うん、引きずり下ろしたっていうのもあったけど、ね、ノックアウトじゃないんですよ、うん、それいくつかの新聞、KO という表現を使ってらっしゃいました。そんないくつかの新聞がそうなんですか。はい、スポーツ紙ですよ、ね。あ、なるほど。それは表現として僕はどうかなと思うんですけどもね。うん、KO じゃないですよ、ね。6回投げてんねん。そう、だって勝ち投手の権利を持ったまま降りてますから、ね。そう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 。KO は山崎総一郎です。そうですね。昨日はね、うん、表現、その表現使わない。使わないであれば、ね、はい、そういうことですね。そうです。はい、まあでも、その、苦手の則本から点を取れたっていうのは、ね、いやいやいや、すごかったですね。やっぱりナオにしても、うん、ジョーンズ先生にしても、うん、逆方向に向かっていくからね。そうでした。あ、まあ、素晴らしい、あっち方向にあんなだけ飛ばされるんやから ねすごいなと思いました、うん。まあ、昨日残念ではありましたが、はい、ただまあこれで、楽天とのゲーム差2ゲーム、まあまだ2ゲームですね。そう、それをまだ2ゲームと取るのか、もう2ゲームしかないと取るのか、まあ、その辺でちょっと心の持ちようで随分印象変わってくるんだけども、うん、まあでもね、はい、まあ、始まってから見ても、うん、まだ負け越してはいないわけでしょ。あ、そうですね。そうでしょ。だからそういうことを考えたら、うん、なんとかあの貯金を、うん、前半の貯金をキープしていけば、うん、そんなに大きな崩れないんでね、うん、だから今日からのホークス3連戦、うん、これやっぱり今まで14回戦って6勝8敗と負け越してる、負け越してるとはいえ、そう、1個差ですもんね。だからそこなんでね、はい、で今日山本由伸君なんで、はい、そこは、うん、
宮城さんに追いつかないとやっぱりね。そうですね、個人の成績としてもね、あの、うん、なんとか2人が今引っ張っていってくれてるんで、うん、まあ、そこでしっかり勝っていかないとというのはありますんで、ね、うん、まあ、相手がマルティネスや。オリックス今シーズンマルティネスさん打った記憶がほとんどないです。0勝3敗か、うちがね、はい、向こうが3勝0敗ですよね。得点も取ってないんじゃないですか。 0.42 ってことは何も20何イニングで1点ですか、というそういう感じでしょう、ね、だからもうほとんど点取れてないという感じ、なんでね、ちょっと頑張ってほしいな。アメリカ代表ですよ。アメリカ代表対日本代表、ね、代表ですよ、かっこいい、そういう形の戦いになります。うん、でもな、昨日あのコメントで言ってましたけどね、はいはいはい、吉田君が、はい、甲斐さんにずっとボールを受けてもらってた。ああ、ほんまや。その辺球筋は分かられてるんで。ほんまですね。そうでしょう。そういうところも、ね、なるほど、まあね、そういうところがどうなってくるのかと、確かに、いうことでもあるんですけども、うん、まあ、そうですね、最近今まで戦っていたのと違って、はい、デスパイネが戻ってきてるし、アルバレスという、ね、新しい外国人が、うん、あのバルガスさんと一緒のオリックスさんの BC の、うん、茨城から入った選手、ね、うん、がいますし、はい、という感じで牧原が上がってきたかな。今だいたい1番三森、2番牧原みたいな感じの打順になってますので、ね、はい、3番じゃなくて4番栗原みたいな、あ強い、5番デスパイネ、6番中村晃、7番アルバレス、8番ショート今宮キャッチャー、ラストバッターの回みたいな、強い、その辺がちょっと流動的ではあるんですが、うん、そういう感じで来ると思われます。強いな。で、勝負どころではシュートが来ますから、ね、いやほんまですね、まあ、そういう風に言うとやっぱホークスの戦力の分厚さをね、感じますよね、うん、それぞれ の, その場所にプロフェッショナルがいらっしゃる、 そこに勝っていかないと優勝はないというね、うん、ことがあるんで、まあ、順位はオリックスさん上なんで頑張りましょう、うん、そうなんですよ。だから不思議やね、はい、あのホークスはライオンズに勝てない。ああ、そうでした、1勝2敗でしたもんね、ね、トータルで見ても負け越してるんですよね、はい、トータルもそうなんですか。そうなんですよ。オリックスはまあライオンズにそこそこ勝ってますからね。めっちゃ勝ってますもんね、どっちか言うとね、はい、だからまあそれの相性っていうのもあるんだね、うん、不思議ですね、ね、でもね、はいはい、これからずっとこの週末のカード見てると、はい、ずっとこの週末は、うん、ホークスも週末にずっと当たってるから、はいはい、で、ライオンズも週末が多いな。あ、ってことは同じようなピッチャーとずっと当たるわけでしょ。そういうことですね。なんて言われて、その辺でどうなるのかということ。で、来週も金土日ホークスですよね、うん、確か。そうですよ、ね。その向こうはペイペイで、ね、そうなるでしょう。はい、だから、おそらく普通でと同じピッチャーに行くやん。まあ、若干の変動はあるかもしれませんけど、ずれたりね。はい。まあ、その辺がどうなるのかなということです。なるほど。はい。まあ、でも今日頑張ってもらいましょう。そうですね。まあ、昨日はやっぱり、3、4、5がホームラン打つというような、ね、うん、試合やったし、宗も頑張ってくれたし、そうなんですよ、はい、いやもう本当昨日紙一重でした。いや、まあ、向こうの、ね、うん、最後あの8回 の, そのファーストのディクソンとセンターの辰巳さんの守備が上手かった、ね、まあ、そこでね、あれ一本どっちか、いやいや本当そう、あのヒット なってもおかしくないだけだったからね、はい、ということでそんな感じかな。そんな感じですね、野球の話しましたね今日。お、確かにいいですね。こんなんでええの。いや、いいと思いますよ、ね。だからもう野球の話ですけどね、ああ、この夏の陣もですね、今年あと3試合、うん、このユニフォームを着るのも今日、明日、明後日ね、はい、そうなんですよ、はい、だから見納めになるんで、はい、ぜひ皆さん見てください。ああ、そうね、はい、グレーのね、めっちゃかっこいいですよ、グレーとグリーンのね、グレーとグリーン、ユニフォームでございます、うん、この前あの先週ずっと話題になっていましたビーズワングランプリ、はいはいはい、球団の中でも非常に評判が良くて、ね、まあ、でしょうね、また2回目あるかもしれませんよ、楽しみですね、ね、あれ本当に面白かったですわ。でも特定のなんかあの、はい、グループを応援すると怒られますから、はいはい、怒られますか、なんで怒られなあかんねんけど ね、僕らがそんなこと言うて、うん、皆さんの票に影響するか、どんだけの影響力あんねん、この数中違う、これがね、あの例えば大前さんが MC とかをされてて特定をひいきしたそれはダメですけれども、そう、 MC するとか僕ら絡んでないですから、そう、 MC とか、はい、審査員とか、ね、審査員とかね、そうそうそう、うん、それはダメだけど、そんなん関係ない。で、審査員をもしするときがあったらちゃんと公平に言いますよね、いくら友達であってもね。あ、それはもうそういうとこ言いませんね、もう言いません、ね、だからそんなことですね、要するに頑張れ、そうそうそう、タモンズって言ってもらえます、そう、1票入れてくださいねとは言いましたけど、うん、それは別に強制力も何もないものでございますから、うん、
そうやろ、迷ったらぐらいの感じの話です、ね、ああいやまあ入れてほしいけどさ、うん、でも実際面白くなかったら入れられへんやん、入れられへんし、あの優勝勝ち取ったのはタモリさんの実力なんでね、そうや、うん、そうや、そうね、そんなん僕らが言ったからって優勝したわけじゃないしな、間違いない、それは間違いない、それは逆に失礼です、いや逆にそれができるんやったらどんだけ影響力あんねんけどちょっと逆に自信持ってしまいますけど、自信持っちゃうし、ね、はい、チップスの1個ぐらい送られてくる可能性もあります、ね、何にもないな、そうそう、で僕あのちょっとあの個人的な話で申し訳ございません、血液検査ちょっとしまして、はいはいはい、血糖値が高いと思いました、血糖値が高い、あのこのままいくと糖尿病になってしまう、そんなレベルですか、いやもう結構だから入り口よ、あポテチ食べませんからもう、もう健康状態として、はい、もうあのポテチやめます、もうあの健康状態としてやめます、健康状態としてやめます、それだけ言うときます、はい、もう第3弾も買いませんから、はい、あのカメ買ってきてな、わかりました、俺買うわ、買うけど食べませんからはい、全部、まあ、配る方たくさんいらっしゃるので、祖父に配ったらいいですか、そうです、まあ、それだけ言います、ポテチ食べませんから、血糖値高め、で今日からあの僕に対するおやつもいらんからね、あ、わかりました、おやつもいらんから、わかりました、あったら食べちゃうから、あったらだみんな持ってくるやん、そうですね、だからほんまや、なんか持ってくるとしたら、うん、納豆とか冷ややっことか、なるほど、そういうもの持ってくる、冷ややっこいいですね、冷ややっこ、冷ややっこ食べながら試合見れたらめっちゃいいですね、いいな、ね、大豆はいいらしいからね、大豆は血糖値下げる、枝豆とか、あ下げるっていうのは血糖が気に上がれへんというね、なるほど、うん、もうね、年取ってきていろいろあります、まあまあそうですよね、今日さっきそんな話をね、まあ、九段職で水田さんと話して僕は尿酸値ですわって言うんですけどね、尿酸値、先にちゃうんですか、尿酸値、まあビールとかね、プリン体とか、ね、あの痛風が出ますんでね、痛風痛いらしいですよ、痛いよ、ほんまに僕、あのなんていうんですか、僕全然数値は平均なんでこんな話ですねあの数値は正常の範囲内ですけど、はいはい、その一歩手前のところがありまして、はいはい、サナちゃん通過、はい、痛かったよ、それなんかどういう痛みなんですか、歩いたらもう痛いんですか、歩かれん、歩けないぐらい痛いんですかって言いますよね、足首に来ました、それはもう風が当たっても痛いから痛風って言いますよね、そういうことでしょ、靴履くだけで痛い、痛い、怖い怖い怖い、気をつけてください、だからどうし生活習慣病、皆さん気をつけましょう、本当に本当に健康第一、そうやろ、はい、でまあ、あのこのウォッチャーって言いますか、はい、登録者数の中で、うん、結構年齢が高いんで、まあでね、皆さん、はい、ぜひ気をつけてください、もう山内さん、美貌録さん、ヒロリドさんも危ないよというね、ほんまになるほど、もう絶対特にもうビボルさん買ったらワイン飲みまくってるから、いやあれはちょっと心配してました実は、はい、今年ねオリックス調子いいんで、いやそうなんですよ、祝杯あげるケースが、いややっぱね、あの少量はいいけど多量は危ないらしいですからね、ワイン一本はちょっと多分多量に当たるんで、そうやね、ビボルさん負けたら負けたらやけ酒だからねそれは分かんない、尿酸値が、はい、まあでもあの善良なる、このカズチューブ、はい、の、まあ、登録者の皆さんに支えられて、うん、はい、今日も頑張っておりますので、善良で、はい、今日一番忙しいのは美和ちゃん、2番目神戸くん、はい、3番目僕ですよ、この1番と2番に相当差がありますけど、そうかな、はい、2番と3番も相当差ですよ今日は僕もう明日の仕事も資料つけようかなと思って、あ、なるほどなるほど、はい、そんな感じですんでね、じゃあ今日も、はい、勝利した後にまたお会いしましょう、お会いしましょう、健康気をつけよ、健康は気をつけましょうな、うん、歩かなあかんらしいわ、あー僕はやっぱそうなんですか、うん、それあれですか、血糖値的にですか、そうそう、そうなんです、ね、運動不足もあるみたい、やっぱりこのコロナ禍よね、やっぱりそうなんですよね、絶対絶対そう、そうなんやな、でも俺山登りはせえへんからね